はい、ということで広島港到着です。はい、広島港到着です。で、これ眩しくない？で、これはどっちだ？こう回るじゃないのか。あれ、これ南うん、話しないよ。するわけねえじゃん、そんな素早く。止まっとくの。GPS をサーチ中です。行きたいなりにアピールすればいいじゃん。一瞬回っちゃったよ。遅いね。見るとこっちどっちなんだ？左。左？持ってきた時覚えてる。右から来たんでしょ。安全回。この来た。左方向で。左のまっすぐという。前使った時こっちか。ここで？あとはもうナビ通りだよ。右か。右方向です。知らないフェリーあるある。知らないフェリーあるある。降りた後全然どうしたらいいかわからない。左ん？まもなく左方向です。その先右方向です。この人フェリー降りた後あるある。左方向です。何か反応してくるんだけど、わからない。さっき後ろにいたプリンスですね。うん。フェリー使ったことのある人じゃないとわからないあるある。あ、ね、これ高速とか入ってないのか別に。もう朝。降りないじゃん。水晶でやってるから入ってんじゃないの。あ、そっか。入ってないね。別に好きにしたらいいじゃない。実際の標識や交通規則に従って運転してください。この状況から高速を乗るように設定ができないわけ。信号の間でどこのインターから乗ってって分かんないから俺。分かる、言いたいこと。うん、走りでは食べたい飯があったらそこで入りゃいいんじゃない。ああ、そっか。普通ですか。まもなく広島港入り口を右方向です。これの前にこっちに来てほしい。右方向です。右だ、あっちに行けばいいのか。みんな、あっちか、あっちだ。バカじゃない。それ人は U ターンって言うんだよ。対向車どこが、どうだこれ。あそこまで行ってほしいか。それがさ、だっていまいち。じゃあここで待ってて、お前何が見えんのか、お前。行ってんだろマジで。ここまで行ってほしいから。もっと前まで行っていいんだよ。背のところまででしょ。行けんじゃねえかよ。石やつってもさ、でなんか見ながらで運転。だからじゃあ運転って、お前、ね、前を見ながら運転してればわかるでしょって。何を見ながら運転するの。ナビ画面見ながら運転してんのお前。
警備じゃねえんだけど。スキューでもいいの？何でも。だから何でもいいよ。ただ走りながら何かあって、あここいいなっつったらそこ行けいいんじゃねえのっつって。ただそしたらお前運転しながらどうのこうのって始まったから、ナビ画面見ながら運転してんだったらわかるけどさ。寿司だったらハンバーグしか入ればよかったのに。さっき。寿司ローだったらハンバーグするのが美味しくない？そんなことない。私どっちかと寿司ローかな。私どっちかとハンバーグ寿司？なんかハンバーグ寿司の方が美味しいような気がしてるだけ。寿司と焼肉があるから。でも二人で食うときどっちかしてください。ちゃんとしてます。お寿司は別に食べ放題じゃないじゃん。
減速したくてよどんどん寄ってくんだよ。時間がねえのが怖えよ。レベルからして言うとさ、うん、目隠ししてここに連れてこられたらさ、うん、東京だってことは信じるよ、うん、こんだけ人行ったらさ、うんね、麻酔で眠らされてさ、さあどこにいるんでしょう、答えは東京ですって言われたらさ、確かに確かに東京だ、この先左方向でさらに分岐が続きます。何あれ、何が駅、ね、広島美術館をそっか、リーガロイヤルホテル広島が入ってるっていうことでしょ。都会だなお前、これ東京だって言われたら東京だな、なっちゃうぞ俺ら。これ東京と変わんねえこれ。でもマジそういうレベルだよね。
目隠しこれ真ん中54号東京だよってことは東京だよ、ね、これ真っすぐ行ってさ目の前東京だよこれっつって言われてさそれはどあれいつの間にか東京来ちゃったなんですね、はい、壁大丈夫だ大丈夫だ大丈夫だ、うん、十分時間ある。最悪周り見てください。時間には余裕ある。怖いだよな。本当東京だっぽいよな。東京だ言われたら東京だって信じちゃうよ俺だ。責任はあるよ。こんなところでガーンって来て後ろ詰まっちゃう。後ろ詰まっちゃうわ。赤っ端もいいとこだよ。どこ見てんの、あの車って言われる。どこも見てませんって言われますよ。いつものことですいません。重要でしょうよ。教えてやんねえからああいうことが平気でできるんだよ。
全部走ってる道で、土浦学園線に比べたらまだマシでしょ。いや、そっちの方がマシでしょ。土浦学園線早いかんだお前。速さの問題じゃなくて車の多さの問題。西川なんか意外とお客さんも来ました。矢印3つ、うん、これあのアストラムライン沿いに左に曲がるでしょ最終的に、うん、そこだよ。それを、うん、それがあと 500m 先だよ。何を通り過ぎるって言ってるの。ん、通り過ぎてどういうこと。アストラムラインのところ、これアストラムでしょ。それは分かってるって。通り過ぎるってどこのこと言ってんの。自分ち。そしてどこに行くかによってでしょ。スシロ行くんだったらそれ通り過ぎるでしょ。だってなんかあったし、ガスガスとガストも通り過ぎるでしょうよ。ああ、ん、ああ、通り過ぎるか。お前しょっちゅう一人で自分で出かけてんのに分かんないの。まだ大丈夫。うん、大丈夫じゃないよ。
新しいね、僕さんになってるよ。ああ、そうだね。特徴的に。そうだ、白いんだね、なんだろう。なんなんだろうね、軽自動車の白ナンバー。よりファスター曲がったとこでもお腹空いてるの。寿司食いてるの？寿司に行けんよ。両方？寿司と寿司屋。うん、いいんじゃない。寿司屋弁当買ってついてるわけじゃないよ。あ、そうなんか。ドリーパスタっていうか、パスタしかないのかな。でしょう。ピザとかがあってI'm not sure.
ったらさ、動物入り口はこっちになってたから。代表地点入れてんだろ、神安の。あ、そっか。でも、あ、そっか。お前の頭の中大丈夫、本当に。大丈夫。大丈夫じゃねえよ、一つも。かなりまずいよ。ハンドル握ってこの辺走ってるのあなただからね。俺座ってるだけだからね。本来体を動かしてる方がちゃんと体でも覚えられるはずなんだけど、それでも俺にも勝てない。将棋でやったら飛車から金銀ぐらい抜いて勝てない。頭突っ込まれたらお前、こっち止まらざるを得ねえだろうよ。後ろから突っ込まれるわ。
中華が揃うんですよ。王将？え？って言うてんだめじゃん。けどチャーハンとかもあるしさ、犬を使ってナンパ違うでしょ、だってカップルだって散歩してるの。そういう理由で犬を飼うといいけどすぐ野生獣神の意味って分かんないんだよ。この辺だよ。見えてる。歩いてくってこっちに歩いてくのか。見えてるよ、てっぺん。申し訳ないんだけど、安田調子台ってあんまりバカ大学みたいよね申し訳ない、あんまり頭良くないみたいよ。うーん、滑り止め中の滑り止めっぽいよ。そんなになんの？そうなの？そこまでなの？頭良くないみたいだけど。左方向です。左方向です。その先、目的地付近です。意外にも広島に頭のいい大学はもうない。左方向です。この先、実際の交通規制に従って、走行してください。あんまり効果はないって。偏差値60を超える大学はない。目的地に到着しました。ルートガイドを終了します。でもさ、結構大学とかも、まあ、この時でかいからなのも、いっぱいあるのはあるよね。筑波大の上を受ける大学はないのよ。そんなに
まあまあ言ったらあと明治早稲田とかあるからさ。うんうん。慶応。何なの？それぐらいなの？そういう、そもう慶応ぐらいになると多分筑波大と同等ぐらいになってるんですよ。筑波大だから長男関係あそこ。長男との大学そこまですごいと思う、まあ、そこをさらに超えてくる東大とか京大はねまたはるかにレベルが変わってくるわけで、筑波大って相当頭いいよ。そんなに。はい、ということで、スシローです。はい。試してきたね。ちょっといいよ、ここで荷物ちょっとまとめたらいいんじゃないの、飯食い終わったら。明るいし。ああ。寿司。後ろはさ、うん、客うるせえよな。まあ、若いのが多いとどうしても客がうるせえのいっぱいな。うん、もうちょっと前出ちゃうね。後ろがあるか。ものすげえうるせえんだね、客さんは。申し訳ないけど、やっぱり和歌大学は近いと思う。でもまあ大学生はさ、ほら地元の人ももちろんいいけど、近くのほらやっぱ岡山だったり、まあ、バカなのが集まってくる。いろんなところのバカなのが集まってくるんだろう、最近。でもそういう年頃と。いや、わかるよ。だからいい。触りたいのもある。うん、大学生だから、迷惑だよ。TPO をわきまえないの。その TPO がわからないから、わからない。カフェレとタバコをちょっと、
何の音で？なんで今オールライトだ？え？オールライト、オールライトに。オールライト言ってんだよ。信じるんでしょ。あれで事故ったら楽しいけど、オーライオーライって言ってねえよ。まだ早いでしょ。なんか頭のなんか出来物で。マッサージのほら、エステじゃないけど、多分そうでしょ。タカ取りだし。全然マッサージ屋かどうかも全然俺には分かんない。違うな、ピーノ。まだついてるわ。木の電気がないってなってる。この画面のところになんか出てると思ったら。GPS をチャージ中です。わかんない。俺も他処方ないよ。あのリモコンキーで開け閉めができないっていう。うん。どうでしょう。エンジンかかんなくなっちゃうじゃん。まあそうなるよね。なんか緊急時用のなんか方法あったよね。いちいち電池交換しなきゃいけない。普通にボタン電池で自分でできるタイプなんだけど。
はい、ということでね、はい、今回は愛媛を徹底的に回りました。まあ愛媛徹底的にって言っても愛媛の西洋の方ですね、特に、うん、を徹底的に回りました。来月の予定はまだ全く決めてません。はい、来月どうしようかな、全然考えてないんだ。7月、九州かな。九州近いもんな今な。なんかよく、じゃあまた来月。ああ、そうか、シーバの方って話してたよこの間。ああ、そっか。その可能性が高いですね。はい。はい。以上です。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。